やば、吹っ飛んだ。嘘。いつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回はこちらのアシェットさんのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウス25号を作っていきます。これまでのピーターラビットの世界の動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったら、よいしょ、よろしくお願いします。そして、あ、出し忘れたそしてチャンネル登録やいいね評価、コメントなどなど、いつも本当に、よいしょ、ありがとうございます。今回はね、これが入ってたので前回作った瓶の続きだろうと思って、前回切りすぎちゃった、これも出してきました。それでは早速作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容なんですが、まずはこの床石のシートが、これね、微妙に長さが違うのがここに3枚だけあるんですけど、この3枚が床石の C で、で、あといっぱいあるのが床石の B となっております。それとあとは前回も作った大瓶の蓋が5個と5個で 10枚分、10個とこっちもそこが10個分、それからこっちのね、コロコロしちゃうから出してないけど、大瓶が10個分、それからあとこれは今回使わず取り置きみたいなんですが、テーブルクロスのこの小花柄の可愛い布が1枚入ってました。そしたらこの大瓶は前回も作ってるので、こっちからサクサクっと作ってしまおうと思います前回さ、すごい簡単だったから、瓶前回全部作ってもよかったんじゃないかなとちょっと思っちゃうけど、はい、じゃあこっちはサクサクっと作ってしまおうと思います。詳しい作り方は前回とあと3つ前かな、同じようなものを作っているので、そちらの動画をご覧ください。再生リストとは別に概要欄に URL を貼っておきます。やば、吹っ飛んだ。嘘、あった、よかった、ちゃんとあった。なんかさ、こう外側に飛んじゃう分はさ、いいんだけど、自分側に飛んでくるとさ、どっか行っちゃうよね。困ったもんだ。よいしょ。はい、じゃあ全部切り離せたら、蓋の部分のバリをヤスリで削ってなくしていって、であとは前回切りすぎたこの中身を瓶に詰めて、そこと蓋を貼って完成させていきたいと思います。やっぱ余った。あれ、 1,2,3,4,5,6,7,8、 8個だったのかなんかさ、底の部分も蓋の部分も10個あったから、10個あると思い込んでたけど、とりあえずこっちの瓶の方も中身の方も余りがないので、これで大瓶完成です。全部で8個できればいいみたいです。はい、そしたら今回のメインのこっちをやっていきたいと思うので、とりあえずこれをそれぞれ一つずつ切り外していきたいと思います。はい、
じゃあ全部切り外せたんですけど、これさサイズ違いがさ3つしかない。あれ、どれがサイズが違うのか分かんなくなっちゃってさ。3つで合ってる？なんか微妙にしか高さ違わないから。分かんなくなっちゃった。3つで合ってるかな。よし、じゃあ今回のメインディッシュのこの続きをやっていきたいと思います。分かりやすいようにこっち立てておいて、であと前々回作ったこれと、あとこれは C だから一緒にかぶせとく。そしたらどうすればいいんだ。まずはこっち側にも、前々回ここに見えないかな、もうここの部分にね線を引いたんですけど、それと同じようにここの延長線上、この間書いた延長線上にこっち側も線を引いていきます。ということで鉛筆、これで一応ここも測っとくか。24mm だから 2.4cm ずつ線を引いて、よし、こんな感じかな。なんかここのどことずれたよね。あれ、でもここちょっとずれてていいのかな。いいっぽいのでこのまま引いちゃおう。なんか最後のところこことさずれてるっぽいけど、それで良さそうかな。なのでこのまま引いてっちゃおう。よし、いや、ひたすら線を引いておこうと思います。なんか前回さここでボンドでつけたんだけど、ボンドがさはみ出したところがちょっと山になってて、やばい、綺麗に拭き取っておくべきだったよ。とよし、じゃあこんな感じで線が引けたのでタイルを敷いていきたいんですけど、まずはなんかすごい難しいよ。ここの1、2、ここ2つポチがあるんですけど、こっち側、右側のポチの右側のポチの角から2mm、このポチの角から2mm のところで印をつけて、でこの線、ここの部分と1、2、3、4、5列目のここの線を結びます。ここを線で結ぶ、こうだね。ちょっとずれちゃったけどこれくらいならいいでしょう。でここを結んだら、今度は次この B を使うんですけど、B をこのこう横長に持った時に上2mm を切り落としていきます。上2mm 大変だ。これでちょっと見えない、サリーの視力の限界、 2mm ここかな、こんなもんだよね。これをちょっと斜めったね。難しい。こうか、こうか、こうだな。こうだよね。これまっすぐだよね。多分。これで切っていきます。
しかないとさ、さすがにちょっと怖いよね。よいしょ。よし、こうかな。こうしたらこれをここを2ミリ開ければいいのかな。なんか2ミリ開けて写真で囲った位置に木工用接着剤で接着しますって書いてあるんだけど、どこを2ミリ開けるの？ここかな。そしたら多分ここの前回貼ってるこことこの線の幅がだいたい2ミリなので、このここの間にぴったり貼り付けるように、まあ、下は開いちゃうけど、ように貼ればいいのかな。なんかここちょっと長いけど、まあいいか。あ、待って、他のところもね、ここのつなぎ目はなんか切ったり貼ったりするみたいなので、ん？切ったり貼ったりなんかこれをね結構工夫していくみたいなので、ちょっとそれをやっていこうかな。まず2ミリ切ったやつはここで、これはこれは切らずにこの隣に置けばいい。これは B です。 B をここで、でその次また B をこの続きで置くから2ミリ開けてこうするんだけど、ここ、この線にかぶってる部分はどうしよう作業するところがさ狭い。ちょっと一回さよなら。そしたらこれがここでしょ、これがここで、その次また B だ、これだ。 B を2ミリ開けてここ、これは A でもよかったのではってぐらいのなんか小ささなんだけど、よいしょ。まず線だけ引いて、あれだ、後で切ろう。じゃあこれ切って、で最初に切っちゃった3枚もこっちが切り終わったら一緒に貼っていきたいと思います。どれがどれだか分かんなくなっちゃった。嘘、やってしまった。ここは合ってるよね。あれ、いや、これはこうでこれは合ってるはずなんだ。でこれも合ってて、これなんかちょっと大きいね。これ違いそう。これはこれかな。あ、これだ。これで多分これでもない、ここか。あ、これだ。でこうかな、こうか、こっちか。あ、こうだ。あー、よかった。どうなるかと思った。よし、じゃあつけていきたいと思います。感じで、なんかここだけさ反っちゃうんだけど、なんでなんだろう。重し乗せといた方がいいかな。よいしょ。なんか反っちゃうから、とりあえず重し乗せといて次のところ行きたいと思います。次もね、なんか結構サイズの調整が必要みたいで、次はん？これはどこのこと言ってるんだ。今貼ったこの1番の隣に8番をくっつけるんだけど、8番がこう横にした時にこっちの端っこ1センチを切り落とす。 OK こっちはこっちの端っこ1センチ、端っこ1センチ、これが8番ね。8番で、次は90はそのままくっつけちゃって OK で、11番は
あ、これくっつけないといけないのか。あ、でも今回切るのこれだけか。じゃあ、やばい変なところに、ここについてしまった。見えてない。これ結構今回さ、作業スペースが広くないと、なんかここのさ、この板に当てて、なんか印つけて切ってみたいなことをするので、結構ね、作業スペースが狭いと、なんか広げたりちょっとどけたりが大変かも。よいしょ。はい、なので広い作業スペース取れる方はできるだけ広いところでやった方がいいかもしれないです。はい、そしたらボンド塗って、ちょっとやりづらいなよいしょ。2ミリ開けて、でその隣は B を切らずにそのまま貼る。あ、わわわわ、よいしょ。あ、ボンドついちゃった。まあいいか。よし。でここもう一丁貼る。よし。でこれが貼れたら、次床板の A をここに当てて、あ、これちょっと斜めだね。ちょっと待って、ずれた。こうでしょ、こうでしょ。でこれも2ミリ開けて貼るんだけど、この出ちゃう余分なところは印つけといて、ここかな、ここかな。よし、印つけて切ったら、よいしょ。これも、あ、2ミリ開けて貼る。よいしょ、こんな感じかな。よし、ちょっと汚れちゃった。次また A をこの下の列に貼っていきます。よし、 OK。ここまで貼ったら、あとはそんなに難しいところはないのかな。あ、違うね。2箇所だけ床石の A を使うっぽいけど、あとは B と C を切ったりせずにそのまま貼っていきます。結構ね、こういう、見えるかな、こういう模様になるように置いていくんですけど、横のところに置くのが B で、縦に置くのが C っていう形で全部置いていきます。で余ったところに床石の A を置いていくので、それがね2箇所だけあります。じゃあとりあえずB と C で模様を作っていこうかと思います。よし、じゃあこんな感じで切ったりしないところが全部埋まりました。結構いい感じじゃないね。でここから先はなんかね、床石の A を使うとか B を使うとか書いてないんですけど、こう形を合わせながら余分なところを線引いて切りつつ貼っていくっていう形になりますので結構ね、難しそうだよまずさ、ここの微妙な隙間はさ、なんかさっき切ったやつの中でちょうどいいのないかな。これとかいけそうじゃない？ほら、ぴったり。ちょっと8番って書いてあるから、これだけ、なんでここ書いちゃったんだろうな、サリー。これだけ消しゴムで消えるかな。消しゴムで消して、あー、消しカスが
ああ、消しカス取って。よいしょ。じゃあこれがちょうどいいのでボンドつけて貼っちゃう。よし、ここ完成。はい、じゃあこんな感じで残りの部分も切りつつ埋めつつやっていきたいと思います。全部貼れましたので、今回の大瓶とあと床の完成です。結構ね大変だったの。あの一番最後のここの部分ね、ちょっとカメラで撮ってなかったんだけど、ここがちょっとね2回ぐらいやり直しを実はしていて、あとみんな倒れちゃう。ここのね、最後のこの列のここの2つ、ここが今までさ、あの横に引いた線の通りに結構並べてたんだけど、ここだけちょっとね、わかるかな？こっちで見た方がわかりやすいかな。このね、このラインからちょっとずれてるの。で、そこに結構後から気づいて、そこをやり直したので、なのでここが広くなった分、これもちょっとずらして、でこことかも切り直しみたいな感じになったので、そこだけちょっと注意かなと思います。あとは結構あのこのガイドライン、自分で鉛筆で引いたガイドラインに沿って、まあ、縦横っていう順番でやってったので、まあ、たまにここら辺とかちょっとずれちゃって幅が広くなっちゃったりしてるところとかもあるけど、基本は結構綺麗に並べられたんじゃないかなと思っております。結構ね今回カッターをね使ってこう切るのが、特にこの斜めの部分がね大変だったので、あとこれ自体が、この床自体がね結構場所を取るけど、さらにここら辺の切らなきゃいけないやつとかがあるので、作業スペースの確保がちょっと大変かなとは思いました。なのでちょっと作業スペースをいつもより広めのところで取れる方とかは、ちょっとね広めに、できるだけ広めに作業スペース取って、これの作業をした方がいいかなと思います。はい。それでは、今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのピーターラビットの世界イングリッシュガーデン&ハウスの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったら、よいしょ、よろしくお願いします。そして、サリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんと一緒におしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながら、みんなで手芸を楽しんでいます。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの、あー、これなんか中で折れてる、なんてことだ。あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。またサリーのチャンネルでは毎週水曜日お昼の11時半から12時半まで手芸の生放送をしています。お時間ある方はそちらも遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次回のピーターラビットの世界の動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。See you!